さん、こんにちは。カプリです。今日は日曜日です。コメントいただいてましたね。目が見えないんだよ。本当に目が見えないの。本当にね、なんて書いてあるか分かんないんですよ。ごめんね。美和さん、こんにちは。今日は2月22日は猫の日。そうでしたね。カプリさんちの猫ちゃん元気ですか？何もやる気起きない日ありますよね。そんな日は充電する時だと思って休みましょうね。はい、わかりました。ですよね。本当だよ。本当何もする気しないんですよ、本当に。それと、あら、間違えた。ピックさんかな、ビックさんかな、ピックさん。カプリさん、動画楽しみです。古いのも全部再生リストに入れて見てます。マジですか？ありがとうございます。カプリさんの声や話し方が大好きです。カプリさんの声を聞きながら寝落ちしています。ありがとうございます。嬉しいですね。私の話し方やっぱ特徴があるのかな、イントネーションとかがあるのかな、話し方とか。私ね、昨日ね、お風呂から上がって、スクワットをしようと思って、スクワット体勢に入ってね、イーチってやったんですよ。そしたらゴギって腰が鳴ったんですよね。うんと思ったらそこから動けなくなっちゃって、半ぎっくり腰になってしまいました。今ね、だから下にこう下のものを取るのができない。なんか最悪ですよね、もう。今までね、体力をつけようと思ってやってきたものが、なんで40何日目かね、あやうかな、もう。今日40、見えないんだな。47日目でしょ。47日目になってね、体力つけようと思って痩せようと思ってやってきたのが、なんで昨日になってぎくって、なんでぎっくり腰になるんだろうと思ってね。なんかあるんだよね。なんかしようとするとなんかあるんだよね。まったくね、もう情けないわ、これ。ほんと腰がギクって言ったんですよ。と思って、それから動けなくて、お風呂場で、お風呂のとこでね、あれーと思って、これぎっくり腰だよねと思ってね。でも、もう完全にぎっくり腰じゃなかったからよかったんですよ。それで、半ぎっくり腰みたいな感じでね。もう本当、最悪です。もう今日も寝返り打つのも痛いしね。寝返り打つのも痛いし、歩くのも、このちょびちょびこう、なんかロボットが歩くみたいに。本当もう、最悪です。もう今日日曜日だというのにと言っても何もすることないんですけどね。でも運動できないよ、これじゃね。腰
これで運動したら腰また悪くするよね。やだー、もう。そういうことです。皆さんも本当にね、ぎっくり腰とかね、ほんとくしゃみでなるそうなんですからね、くしゃみとかでもなるそうなので気をつけてくださいね。じゃあまたレビューします。コメントありがとうございました。じゃあねー。